犬脅しにも劣るクズ鉄がクズ竜丸。おぼろ竜の手の内ではどうあがこうが無駄なことよ。女一人守れねえで何が天下無双の剣だ、何がおぼろ竜だ。クソの役にも立ちゃしねえ。虎姫のこのひでえ死に様がありがたいお導きなんぞと抜かしやがるなら、もう神も仏もいるもんか。神仏をも斬るこのクズ竜村正で仏とやらに思い知らせてやろうじゃねえか。キスケ、よくぞここまで来たものじゃ。これじゃあこんなチャチなタチなんぞ何の役にも立たねえって赤子だって気がつくぜ。手を合わせたこともねえ俺だが、今一心にあんたを拝む。代わりに死ねってんならすぐにでも腹をかっさばく。だから頼む、虎姫の命を返してくれ。四十九日と言わず生かしてやってくれ。そうのないやつじゃな、キスケ。陸道流転を脱し浄土を得た者を己の勝手で苦界に戻せと願うのか。命ある誰もがいずれ訪れる宿からは逃れられず、愛する者と死に別れることもまた避けられはせぬ。頼んでもダメか。こんなところでお高く泊まって俺の願いは一つも聞けねえってのかよ。異端の方で参ったお前には特進行くまいが、ここは皆の心の奥にある蓮の池、お前の心でもあるのじゃ。仏とは心の中に住まう慈悲そのもの。私は釈迦仏の方便によって発心の姿を表しているに過ぎぬのじゃぞ。説教なんてクソくらいだ。虎姫が生き返らねえんなら俺が未練たらしく生きる意味もなくなった。俺の中にいると言いやがったな。ならこうしてくれら。まだ煩悩具足の困ったやつではあるが、何とかして助けてやりたいものよ。いかにいたしたものか。のう、虎姫。阿弥陀如来様、キスケが宇津塩の合法によって陸道に輪廻するなら、その修身は私の業でもあります。願わくば地獄道、餓鬼道、畜生道、陸道どことも共に生まれ変わって添い遂げ、いつの日か浄土へと生まれるように導きたいと存じます。この虎姫のわがままどうかお許しください。観の字、案の定ここにいやがったな。店ほっぽってほっつき歩いてるって、ハッツァンすげえ剣幕で探してぞ。お父っつぁんに苦労かけるもんじゃねえよ。
そういや若い頃はハチのやつもフラフラしてやがったっけか。まったく血は争えねえもんだな。逃げよったってそうはいかねえぞ。そうよ、ここんとこ客入りが少ねえもんだから、お稲荷さんにでもお参りしようかと思ってな。適当なことこきやがって。おめえ暇さえありゃここにいるじゃねえか。いいから早く帰って手伝え。キツネでもついてんのかね。気がつけ足が向いてんだ。そうさな、観念して親父にどやさらに戻るとすっか。おお、勘兵衛ではないか。お主もう道場へは来ないのか。こりゃ若先生、ご無沙汰いたしております。手前やっぱり刀を振り回すのは勝負じゃねえようで。そうか、先生もお前の才能に目を見張っておったのに、もったいないことだの。ま、顔ぐらい見せに来い。刀を持った夜は妖怪やらに襲われる夢を見る。おっかねえとはさすがに恥ずかしくって言えねえや。もしぶしつけながらお伺いいたします。あ、あいにく俺は勘兵衛って名だ。どうも訳ありのようだが、何か力になれるかもしれねえ。俺に話してみねえか。実は前を夢に白狐が現れて私をここへ呼ぶのです。狐は私を虎姫と呼び、キスケが待っていると言いました。へえ、それはなんとも不思議な話もあるもんだ。キスケねえ。うん、こんな道端で立ち話もなんだ。この先に団子のうまい茶屋があるんだが、一緒にどうだい。待て、どうにも引っかかるその面。お主、名を名乗れ。なんだ、俺は勘兵衛というものだ。生まれてこの方この面よ。面に文句があるなら親に言え。相すまなんだ、見知った者によく似ておったものでな。14年も経つのにどうかしておった。いや、忘れてくれ。やれやれ、今宵も二人の枕元に立たねばなりません。転生忘却の断りで前世のすべてをお忘れとはいえ、キスケ様はどうも鈍くいらっしゃって骨が折れまする。生まれ変わったお二方の縁を結ぶとは粋な計らいではございませんか。せめて結末にこれくらいの面倒を見なくては、稲荷明神のご遺徳に傷がつきます。お気に召す召さないはありもしましょうが、これはまあお約束でございますから。恨み含んだ妖刀の天下を揺るがす大騒動、命を散らした若者二人、思い合うこそ哀れとて、阿弥陀如来の慈悲深さ、今はめでたい大団円。笑顔のうちに幕引きましょう。妖刀村正忍法帳、名残は尽きねど、今日はここまで。